ウラディミール・バレンティン、ウラディミール・ラモン・バレンティン、ベラデミール・ラモン・バランティン、1984年7月2日イ、は、オランダ王国キュラ総統、ウィレムスタット出身のプロ野球選手、外野手、東京ヤクルトスワローズ所属。NPB シーズン本塁打記録保持者、60本、2013年、同長打率記録保持者、779、同年、 NPB 史上5人目の3年連続本塁打を獲得者2011年から2013年2011年より NPB に在籍し2018年までで8年在籍中故障の影響で15試合の出場に止まった2015年を除いた8年間全てで30本塁打をマークまた打率3割を2度記録し 最高出塁率のタイトルも2度獲得している。初めて野球をしたのは5歳の頃で、12歳で、地元のリトルリーグのチームに入った。7月9日に、16歳で、メジャーリーグベースボールのシアトルマリナーズと契約。ワルキー級アリゾナリーグマリナーズに所属し、打率、206、本類だ0本、打点9に終わる。 シーズン途中にアテネオリンピックの野球オランダ代表に選出された。シーズンでは A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズで76試合に出場し、15本塁打46打点10盗塁打率277だった。8月に A 級へ昇格し、10試合に出場した。YA 級インランドエンパイアでプロ入り初のシーズン20本塁打以上となる25。 本類打を記録した。は、マイナーリーグのオールスターゲームに相当する、オールスターフューチャーズゲームに2年連続出場。その時点で打率、328、20本類打、66打点と好成績を残した。9月4日にメジャー初昇格を果たし、同日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。8回に、代打で打席に立ち左中間へに類打を放つ。 9月26日の対クリーブランド・インディアンス戦でメジャー初の本塁打を記録した。は、開幕をマイナーリーグで迎えたが、ブラッド・ウィルカーソンやグレッグ・ノートンらのディーフに伴い4月30日にメジャー昇格、71試合で7本塁打を放ったが、79、三振を起死した率は200人にとどまった。は、低打率にあえぎ、7月25日に マイケルソーン・ダオスの昇格に伴って、リーフとなり、ウェーバー工事された。7月29日にとのトレードで、シンシナティレッツに移籍。10月2日の対ピッツバーグパイレーツ戦が、ヤクルト入団前としては、最後のメジャーリーグ出場試合となったが、この時に放った、推定飛距離151メートルの本塁打は、メジャーでは二度と出ないとも言われた。は、のトリプル ルイビルで116試合に出場し、25本類な78打点12盗塁、打率282だった。オフの11月6日にマイナーリーグ FA となった。2010年11月18日に、肩の強さと状況に応じられるチームバッティングが評価され、後日、東京ヤクルトスワローズと2年契約、3年目は、球団オプション合意発表。 FA 権取得まで、球団の許可なく、日本国内の他球団への移籍を禁じる項目が盛り込まれている。開幕戦の対読売ジャイアンツ戦、上市野球場で6番右翼で先発初出場、初打席は三振に倒れるが、7回の第3打席で初安打となる左腰に塁打を放った。5月13日の対横浜ベイスターズ戦、 横浜スタジアムでは1試合3本塁打を記録し、5月は7本塁打でリーグトップ対、長打率、出塁率でリーグトップの成績を上げるなどの活躍で月間 MVP を初受けした。前半戦はリーグトップの19本塁打を放ち、オールスターゲームにはセリーグ外野手部門のファン投票、選手間投票ともにチームメイトの青木戦親に次ぐ第2位で選出された。 6月以降は低打率に苦しみ本塁打のペースも落ちたもののセリーグでは唯一の30本台である31本塁打で本塁打王を獲得した。打率228、三振131は規定打席到達者の中でワースト記録だった。規定打席到達者中打率最下位の本塁打王は日本プロ野球史上3人目であった。 シーズン前半は開幕当初から打撃好調で6月16日まで打率部門でトップだったものの後半に入ると極度の打撃不振に陥り7月以降の打率は2割を割り込んだ7月28日の試合でバリを訴え8月1日に検査の結果右前部の肉離れと診断され翌日登録抹消となった最終的に31本塁打を放ち 球団初の2年連続、さらに2リーグ制後初となる、規定打席未到達で、本塁打王を獲得した。また、チームメイトのラスティングスミレジを1票差で上回り、初のベストナインにも選出された。12月15日に、翌年の球団オプションが更新され、さらに翌々年からの3年総額750万ドル、出来高での契約を結んだ。 シーズン開幕前の3月に開催された第3回 WBC のオランダ代表に選出された。対キューバ戦で負傷し途中退場となり、その後左内転筋肉離れと診断された。シーズンの開幕戦は2軍で迎えた。シーズン初出場は13試合目の4月12日の対読売ジャイアンツ戦で、復帰から2戦続けて4打数レ安アンダに終わり、今季初本塁打は、 復帰から4試合目の4月16日の対日ドラゴンズ戦、明治神宮野球場で2打席連続で右腰本塁打を放っている。この時点で本塁打トップの DNA のトニーブランコとは6本差をつけられ、その後最大で10本差をつけられていたが、この後バレンティンがハイペースで追い上げることになる。6月は打撃部門で月間3巻の活躍で3年連続で3度目の 月間 MVP を受賞した。6月8日の対北海道日本ハムファイターズ戦から同月12日の対福岡ソフトバンクホークス戦、ヤフオクドームにかけに死球を挟んで日本プロ野球対記録の4打数連続本塁打を記録した。ブランコと一本差で迎えた6月27日の対 DNA 戦でブランコが1本塁打、バレンティンが2本塁打でともに25号で バレンティンが今季初めてトップに並び、7月2日の対 DNA 戦でバレンティンが今季初めて単独トップとなると、以降のセリーグの最多本塁打はバレンティンの独走状態となり、7月13日に3 5号リーグ一番乗りをした頃より55号恋が現実味を帯びてくるようになった。オールスターゲームでは選手間投票で選ばれ3年連続出場した。8月は 月間本塁打の日本プロ野球新記録を受立するなど本塁打を量産した。8月4日の対広島東洋ガープ戦、神宮で球団最速記録の通算100本塁打。8月22日の対巨人戦、神宮で球団シーズン本塁打新記録の45号。8月23日の対広島戦、神宮で47号で自陣初の100打点と、 球団体記録の月間13本塁打。8月27日の対中日戦、神宮で2本塁打を記録し50号。シーズン111試合目での50号は、日本プロ野球史上最速、同時に、門田博光に日本プロ野球大記録の月間16本塁打とした。翌28日の同戦で、日本プロ野球新記録の月間17本塁打。8月は、 月間18本塁打の新記録と合わせて、打率、打点で、リーグ3冠の成績を上げ、通算4度目の月間 MVP を、巨人の村田修一と、同時受賞した。9月は、日本プロ野球、及び、アジア野球のシーズン本塁打新記録を達成した。相手チームから勝負を避けられる、敬遠支給や、厳しい内閣攻めに合うようになり、55以降の6試合で、 に敬営を含む10死球を記録した。9月8日の対中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームで7試合、28打席ぶりとなる53号を放ち、続く9月10日の対広島戦、神宮で54号を放ち、日本ロ野球記録に大手をかけた。9月11日の同戦の6回裏に、大竹博から日本プロ野球シーズン本塁打記録で史上4人目と、 なる55号を放つ。シーズン122試合目での達成は、史上最速であった。この後の3試合は、本塁打が出なかったが、9月15日の対、阪神タイガース戦、神宮において、1回裏の第1打席に、榎木田大輝から、日本プロ野球シーズン本塁打新記録となる56号を、左中間へ放った。続く3回裏の第2打席で、 えのきだから左翼へ、アジア新記録の57号を放った。10月4日の大半新戦、神宮で、ランディメッセンジャーから60号を放ち、日本プロ野球史上初のシーズン本塁な60本台とした。最終戦までブランコとの打撃タイトル参冠争いとなったものの、わずかに逆転の可能性が残っていた10月8日の、シーズン最終戦の大巨人戦、東京ドームでは、 満塁の場面で敷居を選び1打点を挙げる3回の守備から交代してシーズンを終えた。バレンティンは本塁打王と最高出塁率の2巻を獲得したが首位打者は3連差。打点王は5点差でブランコが獲得しバレンティンはいずれも2位に終わる。またシーズン長打率を779としてランディバースを抜いて日本プロ野球史上最高を記録。 2年連続のベストナインと初の MVP を受賞。最下位球団からの受賞は史上初。は6月までにリーグ2位の18本塁打を記録していたものの、6月14日に持病のアキレス腱痛の悪化で1軍登録を抹消された。その後2軍で調整を続けていたが7月11日のイースタンリーグの対 DEA 戦で、 実戦復帰。7月13日の対 DNA 戦、神宮で1軍に復帰した。オールスターゲームでは3度目のファン投票選出で4年連続選出となった。なお選手間投票ではセリーグトップの431票を獲得した。オールスターゲームでは第2戦、甲子園で日本ハムの大谷翔平から160キロの球を中前安打するなどに安打を記録した。 8月21日の退巨人戦、神宮で史上4位のスピード記録となる463試合目で通算150本塁打を達成。9月7日の退巨人戦、神宮で来日1年目からの4年連続30本塁打に到達するなど、広島のブラッドウィルドレッドと本塁打大争いをしていたものの、左アキレス腱の検査のため、球団にシーズン途中での帰国を要求し、 規定打席に到達した9月21日がこの年の最終出場試合となり31本塁打で4年連続の本塁打王にはなれなかった。その後23日に帰国10月1日にアメリカ国内の病院で左膝の手術が行われた。4月24日に一軍発昇格しスタメン出場を果たしたものの5回の守備で負傷。 同月25日に、左大腿直近の肉離れと診断され、出場登録を抹消された。その後アメリカに帰国するなど、予定より離脱が長期化するも、優勝争いが佳境となった9月18日の巨人戦から戦列に復帰し、いきなりホームランを放つと、翌日は3安打の活躍を見せた。その後は、連続打席無安打を続けるなど、調整不足を露呈したが、 チームは優勝を果たし初めて優勝を経験することとなった。オフの10月12日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手36名に選出され、10月20日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表選手28名に選出された。開幕前の1月31日に第4回 WBC のオランダ代表に選出され、 に大会連続二度目の選出を果たした。メジャーリーガーもいる中で4番打者を任され、3月12日の日本戦では、石川祐美から一時同点となる本打を記録している。3月15日のキューバ戦では1試合に本塁打を記録し、コールド勝ちに貢献し、打率615、4本塁打、12打点の好成績を残して、結果的に決勝トーナメント進出。 ベスト4に貢献、E 組 MVP を受賞した。3月20日の準決勝プエルトリコ戦では初回に一時先生となる本塁打を記録し、延長10回にはエドウィン・ディアスからビーンボールを投じられ月光し、乱闘になりかけた。これについて試合後にわざとだとは思わなかったけど、みんな感情的になっていた。必死にプレーしていればああいうことはある。メジャー復帰について尋ねられると、 メジャーでもう一度やれるといつも思っているとコメントした。3月22日にオランダ代表選手では唯一大会最優秀外野手となった。レギュラーシーズンでは開幕から4番で出場。4月4日の阪神タイガース戦で3回に藤波慎太郎からシーズン初本塁打を記録したが、5回に畠山和弘への支給をめぐって、 乱闘となった際に阪神バッテリーコーチの矢野、明大を突き飛ばし、矢野と共に退場処分となった。は、それまで見られがちであった故障や精神面のムラが、亡くなったため校長を維持、142試合に出場し、打率、268、38本塁打、131打点を挙げ、初めて打点王のタイトルを獲得した。また4年ぶりの塁もマークし、 出場試合数が来日1年目以来となる140試合以上、142試合に出場し、来日初となる600打席、602打席と500打数、514打数以上を記録した。広角に長打を放つことのできる波外れたパワーが持ち味だが、変化球に弱く、メジャーでは三振率25.7%を喫するなど、確実性に欠けていた。 足と守備は平均的だが外野3ポジションを守ることができ、マリナーズ時代には一郎とチーム1、2を争うと言われたほどの強権が持ち味。変化球の多い日本人投手の攻め方の研究を欠かさないなど勉強熱心である。バレンティンをスカウトしたヤクルトの編成部次長の奥村正幸によれば本塁打を期待しての入団ではなく2010年7月に バレンティンを初めて見た 3A では3試合観戦して肩の強さが強烈な印象に残ったと述べ打撃では走者一塁の場面で右方向への進塁打を放ち 3A はメジャーへのアピールの場で派手なプレーをしたがる選手の多い中状況に応じた打撃ができることがチーム打撃で得点を重ねるヤクルトにぴったりだったと述べている奥村は入団するまでは バレンティンの本類らは一本も見なかったとしている。アメリカのベースボールアメリカ社間のプロスペクトハンドブック2006年版ではシアトルマリナーズ11番目の期待の選手として挙げられておりマイナーリーグで彼ほど楽しみな選手はいないと紹介された。スイングのフォロースルーが大きく振り切ったバットを保守の頭に当てて保守を 負傷退場させる事故を2016年だけで2度起こしている7月24日の中日杉山賞を8月2日の広島石原慶向これについて打者と保守のどちらが気をつけるべきか議論が巻き起こった2017年シーズン終了時点で球団最多の通算5度の退場処分を受けている審判の判定に対しての暴言や侮辱行為が3度 暴力や危険行為が二度である。これらの荒っぽさが問題視されたのか2018年シーズン以降では、退場処分に対しての罰則規定が契約に組み込まれ、2018年度は一度も退場処分を受けなかった。チーム内での愛称は、幼い頃から家族に呼ばれていた。ここ、愛称の由来は、顔がココナッツに似ているからだという。また、ここという愛称にちなんで、 ここ一番嫌に模したボードを掲げて応援するスタイルがスワローズファンに定着している。その他にも女子プロレスラーのアジャコングに容姿が似ていると言われており、2011年には激励のメッセージを送られている。なお、アジャコングに似ていると言われていることは本人も認識しており、2016年にはアジャコング知っているよ、プロレスラーだろうと答えている。応援歌は 同じオランダ領アンティル・キュラ総統出身のヘンスリー、ミューレン、その後、高橋聡トにも使用されたのものが使用されている。なお、二人は、故郷では、近所同士で、互いに面識がある。また2013年、2017年の WBC では監督と選手の関係になった。元チームメイトのラスティングス・ミレイチとは大の仲良しで、お互いに尊敬し、 プレーに刺激を与える関係となっている。他球団の選手では、シアトルマリナーズ時代のチームメイト、横浜 DNA ベイスターズのホセロペスと仲が良い。またヤクルトスワローズのマスコット、ツバ、クロウとも仲が良く、ブログにもたびたび登場する。キュラソー島名物のイグアナ食が大の好物。日本ではイグアナを食べる文化が存在しないため、バレンティン曰く、食感が似ている。 フライドチキンも好物である。首脳陣から試合中のプレーの件で説教を受けている際にもフライドチキンを口にしたことがあり、球団がフライドチキン禁止を検討したほどだという。豚骨ラーメンも好物であり、バレンティンは神宮球場の試合が終わるとスタイマル青山店に向かう常連客である。ただ2017年6月時点では体重を気にして食す回数が減ったという。 2013年オフには、キリンビールの新ジャンル、スミキリの CM に出演した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。